はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王最新情報のお時間でございまして、遊戯王マスターデュエル2周年記念イベントが2周年記念キャンペーンが実施決定しました。こちらの情報をねまとめていきたいと思います。今回は、どこで発表されたかというと、この2月の3日と2月の4日の土日にですね、決闘者伝説っていう25周年の、イベントが、東京ドームで行われていまして、僕もね、2月の3日土曜日は行ったんですけども、こちらのイベントで、の配信で発表されました。配信の一部で。もう本当にちょっとだけなんですけども、遊戯王マスターデュエルの情報は。まずね、2周年記念情報として、これね、画像とね、言葉のみでの説明だったんで、わかりにくかったんですけど、非常にね、はい。内容、どういう内容かっていう話をちょっと なるべくわかりやすくしていきます。まずですね、診断が実装されますよということで、診断の内容は、またこれ、最新情報、診断の最新情報の考察の動画でやるんで、ちょっと軽くいきますけども、ディアベルスターとか、テックジーナスとか、それから、ゴズミックエーサーとか、スネークアイ、遠征騎士、あたりが実装される、強化されるということですね。ディアベルスターはね、結構環境レベルに顔出してくるかなと思うのと、あと、遠征騎士も結構強いんで、パワーとしては、あとスネアクアもね、めちゃくちゃ強いんで、この辺は環境に顔出してくるかなという気はしますね。はい。ちょっとこの辺の細かい情報はまた最新、診断情報の考察動画でお届けします。で、ストラクチャデッキ、ブルーアイズが実装されますよということで、ブルーアイズストラック、これ結論から申し上げますと、多分ね、新規カードはないと思います。多分ですけどね、これ予想でしかないんですけど、これ、結局また。詳細情報はマスターデュエル君分からないので基本的に最新情報は詳細分かったことないんで、遊戯王マスターデュエル、これ予想でしかないんですけど、多分新規カードないです。これなんでかっていうと、 OCG の方で新規カード、ブルーアイズ系の新規カードがもうほぼなくて、マスターオブドラゴンマギアって融合モンスターが一応聞きましたけど、なんか最新すぎて多分入ってないと思うんですよね、このストラクチャーには。なので多分ね、ただのストラクチャーともね、ブラックマンシャーのストラクチャー1周年だったんですけど、その時は新規カードだったんですよ。イルジョブカオスとかね、あったんですけども、多分ね、ブルーアイズないですね。で、これね、正直現実的な話僕させていただきたいんですけど、やっぱね、ちょっとランクマとかで使うには非常に厳しいと思います。ブラックマンシャー、ブルーアイズ系のデッキは。だからまあね、ガチデッキにはちょっとさすがになりえないかなと思うんですが、そこはね、ファンの方が、買っていただければいいのかなというところで、そんなに期待せずにちょっとお待ちいただきたいなというところですね。はい。ブライズ結構人気なカードではあるんでね、マスターデュエルのちょっと遊び方とは結構合わない気がするけど、一応嬉しいって感じですね。僕はちなみにロイヤル加工の ブルーアイズをずっと待ってたんで、今回、来そうなんでその話もしていくんですけども、言葉のみのね説明だったんですよね。なんで画像とかないんですけども、ブルーアイズテーマのアクセサリーが実装されることが決定しましたという話がありまして、これ何かっていうと、おそらくですね、このファーストアニバーサリーセットっていうのがあったんですよ、1周年記念の時に。これのねブルーアイズ版です、おそらくね。セカンドアニバーサリーセットっていう名前になるかと思うんだけど、これ1周年記念の時はブラックマジシャンがロイヤルで、パックがあって、で、プロテクターとかデッキケースとか、このなんかいろいろセットでボーンってなんか3000ジェムで買えたんですけども、これのブルーアイズ版だと思います、多分ね。でロイヤル加工のブルーアイズがなんか配布されそうな気がするんですよ、おそらくですけど。配布っていうか買うんだけど、これがおそらくブルーアイズ版が実装されて、それ買うか買わないかっていう話ですね。一応マスターパック30パックになんかこのおもちゃがついてくる感じなんで、結構お得じゃない、お得なんですよ。なんで、余裕がある方はね、買っていただいて全然問題ないかなという感じですね。はい。と、あとね、それからね、これもまたね、配信内では言葉だけの、説明だったんですけども、ロイヤル加工3種、これが、実装されることが決定しましたよと。いうことで、ロイヤル加工3種をなんかランダムでゲットできるっていう話だったんで、多分これです。ファーストアニバーサリーパックっていう、なんかのがあって1周年の時に、これね、ログインすると、なんか、3日連続だったかちょっと覚えてないんだけど、なんかね、1日1個、なんかどれかがランダムでパックもらえますよと。無料で。で、その中のパックに1枚ロイヤル加工が確定で入ってるっていうね、そういうね、パックだったんですよ。別に選べはしないんですけど、ロイヤル加工が。1周年の時はね。これの2周年版だと思います。ちょっとパックの内容は、同じなのか、それともその変わるのかはちょっとわかんないんですけども、似たような内容になるんじゃないかなと思いますね。神認定するんだったら、この前回開けたこの1周年のパックじゃないやつ
が選択できるようになってたら熱いね。同じ内容でもいいけど、このパックの内容同じ内容でもいいけど、その1周年の時はね、僕ね、銀亀ギャラクシーアイズと、あとそれから、魔術師のパックと、それからブルーアイズのパックっていう3種だったんですよ、当たったのが。まあ、本当選べないですよ、ランダムですけど。これがね、もし選べるようになってたら神だし、はい、これがね2周年のイベントの内容の全てです。はい、相変わらず予想でしかありません。詳細が分かりませんので、確定情報ではないということだけご理解いただければなというふうに思います。ちょっとこの後ね、最新の診断の情報をまとめる動画出したいなと思いますので、まあ、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。